我が舰敵必殺の魚雷は1万数千トンの巨船を真っ二つに折り見事強沈した。どっと上がる艦内の喜び。また戦果が一つ増えた。神棚の上の戦果表はこの間の数々の武勲を語っている。しかし戦いはまだこれからだ。インド洋上にある敵船舶を完全に殲滅してこそ我らの任務が達せられるのだ。遥かなる祖国の同胞が友が心を込めて製作したこの魚雷、必ず無駄には使わぬ。力強い大気の姿である。各機を集合しました。敵輸送船団を攻撃する。敵には護衛機関2隻、コルベットらしきもの2隻がついている。襲撃後は当然敵の爆雷攻撃を確保せねばならん。その時直ちに新進と先行に入る。たとえ爆雷によって被害を受けても常に緊急機敏に処置し、決して慌ててはならんぞ。一人の不注意は全艦の運命を左右するから十分注意するように伝えておけ。終わり。連絡者補助。
そっと上がる艦内の喜びもつかの間、この時敵船団の護衛艦は猛然と我が艦を襲撃してきた。爆雷防御新進の戦法来た。艦たち150度130度倒さないでさ、倒さないでさ、敵と分かれ。敵は高速です。敵は高速です。分かりません。分かりません。雲30以上。雲30以上。130度。130度。艦の艦の。130度。130度。艦の艦の。艦いっぱい。艦いっぱい。分かりませんので方向分かりません。あまり近くで方向分かりません。何に変わりました。何に変わりました。全艦は敬虔な祈りを捧げ、幸運を祝福した。